What's good, YouTube? It's your boy, MRPG. I hope you're having an amazing morning, afternoon, or evening, wherever you are in the world. And today we are back with more Hunter x Hunter, episode 20, Baffling Turn of Events. Last episode, we had the first of the weird bracket that the old guy did, so I'm looking forward to seeing who's next. I wonder if they're going to save Paprika versus Clown Bro for last. I didn't focus fully on the bracket, so I'm not sure who's next. But if Hanzo won, oh no, Gon won, so it might be Hanzo versus Needle Bro or something. Who knows? But anyway, we're gonna get straight into the reaction as I've mentioned before regarding Hunter x Hunter. So be sure to like and subscribe. Check out my Patreon. I would really appreciate it. And let's get straight into this. All the good stuff begins now. What was this episode called? Baffling Turn of Events. Looking forward to it. Is it the classic? He's running and his dad's at the top. Classic. Is that his dad? Yeah. I hope we see his dad in dreams and stuff and get to know him a little bit. That's cool. サトツさん、俺ダメです。不合格者が何を言っても合格できないのと同じく、合格した者を不合格にすることもできません。Wait, so he's a hunter now officially? 自分にプロの資格がないと判断したなら、ライセンスカードを処分するのも封印するのも自由です。一度合格した者が再び試験を受けることはできませんがね。 先人たちの異形の甲斐もあり、プロのハンターはかなり優遇されています。それゆえに悪用のみを考えて試験を受けに来る輩も後を絶ちません。ほとんどのプロのハンターにとってこのカードは命より大事なものであると同時に意味のないガラクタ同然のものでもあるのです。What happens if he loses that? ゴン君、このカードを使う時期は自分で決めればいい。君ならそれができるでしょう。ナイス。うん、これまでいろんな人に助けてもらっていっぱい借りも作ったしね。それを全部返してから使うことにするよ。では改めてご合格おめでとうございます。ありがとう、サトツさん。Go, go on. 他の人はどうなったの？まだ試験の最中でしょ。君はほぼ丸一日寝ていたんですよ。そうだったの？他の合格者は簡単な講習を受けています。後で君にも受けてもらいますが。誰が落ちたの？それはキルアシです。He killed. 合格者はたった一人なんだろ。ゴンが合格なら、俺たちのこの後の戦いは全て無意味になるんじゃないかな。心配無用。ゴンは合格じゃ。仮にゴンがゴネてわしを殺したとしても、合格した後で資格が取り消されることはない。なるほどな。ゴンを殺さずに参ったと言わせるぐらい心得てるはずだろ。どんな奴でも、 痛めつけられた相手を見る目には負の光が宿るもんだ。目に映る憎しみや恨みの光ってのは、訓練してもなかなか隠せるもんじゃねえ。しかしゴンの目にはそれがなかった。Damn. 信じられるか？腕を折られた直後なのによ。あいつの目はもうそのことを忘れちまってるんだぜ。Bro.
Why do people mow their lawn? Just let your grass grow long and leave me alone, man. Sorry. Gon-kun, anata o kinitta. Sono ato sugu ni daini shiai ga hajimarimashita. Daini shiai. Oh shit, we're going straight into this. Okay. Hajime. Futari wa shibaraku tatakatta ato.僕の負けだ。こうしてクラピカ氏が勝ちました。ヒソカ。So Hisoka mentioned before that he doesn't kill people. I forgot the quote he said, but it was something along the lines that he doesn't want to kill because he sees them getting stronger late, so later on he can kill them or something. So what he sees in Gon, he sees in Karappa, Rappa, Rappa, Paprika. わかりません。とにかくヒソカ氏は自ら負けを宣言しました。第三試合は半蔵氏とポッコ。Oh, here we go. ボン君と同じような体勢になりましたが、あっさりポックル氏が負けを認めました。I told you he was a Greg and Larry now. 悪いがあんたには遠慮しねえぜ。あの一言が決め手でした、ね。Let's go, Hanzo. 第四試合はヒソカ氏とボドロ氏。一方的な試合でしたが、なかなかボドロ氏は諦めませんでした。倒れたボドロ氏にヒソカ氏が何か耳打ちしたその直後、今度はボドロ氏が負けを宣言しました。第5試合のキルア氏とポックル氏は、開始と同時にキルア氏が戦線離脱。彼は自信たっぷりにこう言いました。悪いけど。あんたとは戦う気がしないんでね。第6試合、レオリオ氏がボドロ氏の怪我を理由に延期を要求し、先にキルア氏とギタラクル氏が戦うことになりました。 This should be good. はじめ。キルア氏にとって最大の誤算がそこにありました。久しぶりだね、キル。Okay, that's pretty cool. Okay, so his brother likes needles? Probably a heroin addict or something. I don't know. Gitarakure te Kirua no niisan datta no? Eh, Irumi toyu namae no ne. I'm not even gonna try and guess what the hell's going on with Gutarakarakaraka. Yeah.母さんとミルキを刺したんだって。まあね。母さん泣いてたよ。そりゃそうだろうな。息子にそんなひどい目に遭わされちゃ。感激してた。あの子が立派に成長してくれて嬉しいってさ。でもやっぱり外に出すのは心配だからって。それとなく様子を見てくるように頼まれたんだけど。別になりたかったわけじゃないよ。ただなんとなく受けてみただけさ。そうか、安心したよ。心置きなく忠告できる。お前はハンターに向かないよ。お前の天職はアサシン、殺し屋なんだから。話には聞いてたけど、すごい一家だな。さらに彼は続けました。影を糧に動くお前が唯一喜びを抱くのは人の死に触れた時。お前は親父と俺にそう育てられた。俺にだって欲しいものぐらいある。ないね。ある。今望んでることだってある。言ってごらん、何が望みか。どうした、本当は望みなんてないんだろ。 A normal life, I guess? コント、友達になりたい。ああ。ああ。もう、人殺しなんてうんざりだ。コント友達になって、二
通に遊びたい。無理だ。Classic。お前に友達なんかできっこないよ。今のお前にはゴンが眩しすぎて測りきれないでいるだけだ。友達になりたいわけじゃない。違う。彼のそばにいればいつかお前は彼を殺したくなるよ。お前は根っからの人殺しだから。先ほども申し上げましたが。ああ、分かってるよ。お前の兄貴かなんだか知らねえが言わせてもらうぜ。そいつはバカ野郎でクソ野郎だ。君もさ、とっくにお前らダチ同士だろうがよ。え、少なくともゴンはそう思ってるはずだぜ。そうなの？当たり前だバカ。バカ。そうか、まいったな。ゴンを殺そう。殺し屋に友達なんていらない。邪魔なだけだから。ちょっと待ってください、まだ試合は。 OK。 どこ？隣の控室に。どうも。 All right。 I was gonna say, nobody's gonna let you do that, bro. Look at Hanzo, man! Let's go! I told you, main character, man. 仕事の関係上、俺は資格が必要なんだけどな。ああ、いけない。それはゴンをやっても一緒か。Didn't think it through. まず合格してからゴンを殺そう。それなら仮にここの全員を殺しても俺の合格が取り消されることはないよね。ルール上は問題ない。Yes, yeah. 聞いたかい？キル。友達のために俺と戦えるかい？できないね。なぜならお前は友達なんかより今この場で俺を倒せるか倒せないかの方が大事。He's probably about to kill you, bro. 勝ち目のない敵とは戦うな。俺が口を酸っぱくして教えたよね。動くな。少しでも動いたら戦闘開始の合図とみなす。だが忘れるな。お前と俺が戦わなければ大事なゴンが死ぬことになるよ。やっちまえキルア。どっちにしろお前もゴンも殺させやしねえ。参った。俺の負けだよ。はあ、よかった。これで戦闘解除だね。He's a good character. Interesting. 嘘だよ、キル。ゴンを殺すなんて嘘さ。お前に友達を作る資格はない。必要もない。今まで通り、親父や俺の言うことを聞いて、ただ仕事をこなしていればそれでいい。その後は抜け殻のようでした。レオリオ氏やクラピカ氏が何を言っても反応さえしませんでした。はじめ！Let's go, Leorio. Leorio. Oh, God. Wait! Kill you. 委員会は彼を不合格とみなしました。ゴン君。みんなどこにいるの？まだ休んでなければいけません。ゴン君。Damn, his brother played him like a fiddle. Go. Kirua, に謝れ。 Gon は怒っていた。自分と友達になりたいという Kirua の素直な気持ちを踏みにじり、自暴自棄にさせた Kirua の兄イルミに怒っていた。And Gon was angry. Bro, what an episode! That was night and day, man. I also really liked how it was a they turned all of it into a flashback. Man, they could have straight up just stretched the whole tournament. You know, that could have been like one fight, could have been an episode, another fight. But they just done it this way, and I absolutely loved it, bro. This episode was so good.
and heroin bro is super interesting. Are they gonna explain how he does the needle thing, or is it just like, yeah, that's just a thing? I'm pretty sure there's magic in this world, so I guess that's fine. Well, I'm not pretty sure. There is magic in this world. But he gets MVP, man. Heroin bro, crackhead, whatever the hell you want to call him. Really intriguing character. And the fact that he's Killua's brother, that whole conversation between him and Killua is my favorite part, for sure. I need to press play for a second because Gon's staring into my soul and I don't like it. Bro, what an episode. This is so much better, man, than last episode. Really, really enjoyed this. No complaints. And they're all hunters now. They've done it. They've done it. Except for Killua. I did not see that coming. I did not see that coming. I can't wait for them to go out into the open world. It's almost, you know what feeling I get? And I keep saying this reminds me of a JRPG. The feeling I get, right, I have right now is they've done the tutorial in a game and like the open world's gonna, do you know what I mean? Like it's gonna expand into an open world now. Maybe not next episode or episode after, but I can't wait for them to go on their like hunter missions and I don't know, man. I'm excited. I cannot wait. MVP, of course, is going to go to Heroin Needle, bro. And my favorite moment were the conversations between him and his brother. The reveal itself. Messing with Killua's mind and all of that. It was so well done. And I cannot wait to get to the next episode. So be sure to like, subscribe, check out my Patreon. And I'll see you guys next time. Bye-bye.